僕は未来の家には働くお母さんなどの代わりに子供の勉強などを見張ってくれる子守ロボットがいると考えて、このロボットを作りました。このロボットはここにあるご褒美のジュースや飴が勉強が終わった後にもらえます。そして勉強の時間中はここのライトが虹色に光ります。勉強の始めの合図や終わりの合図はすべてお母さんの声です。起動してみます。勉強の時間だよ、勉強始めてね。これが初めの合図です。そして勉強が終わっていないのにお菓子を取ろうとすると、お菓子は勉強が終わってから食べてねというふうに怒ってくれます。そしてお菓子は勉強が終わってから食べてね。3回目以降はお菓子、ほらお菓子は勉強終わってからって言ったでしょというふうにお母さんの声で本気で怒ってくれます。終わりの合図はファンファーレの後にお母さんの言葉が入ります。勉強の時間終わりだよ、お疲れ様でした、ご褒美あるよ。とこのようにご褒美がもらえます。これはお母さんに勉強が終わったというメールを送った合図です。このように送られています。